はい、今日も見に来てくれてありがとうございます。ゆりもとすずのゲームのお部屋のゆりもです。そしてすずです。はい、前回は道をたくさん装飾して農業エリアを完成させました。で、今回からちょっとずつ冒険を進めていきながら建築をやっていきたいと思っています。今回はネザーゲートを装飾したいと思います。ということで、今日も一日よろしくお願いします。はい、でね、ネザーゲートの装飾にあたってどうしても必要な欲しい素材があるので、先にネザーでそれを取ってきます。歪んだ森とシンクの森を見つけたいんですよ。で、まだ見つけてないのでちょっと長い探検になるかもしれない。でね、防具なんだけど、私ダイヤの防具は一応持ってはいるんだけど、死ぬ可能性が極めて高いので、まあ、今回は鉄装備でいきます。盾3つ持ってるからで、シンクの森と歪んだ森。シンクの森ではシュルームライトが欲しい。あ、ちょっと待って、クワっているっけ。クワいる秒で帰る。なんか一応調べたらクワは必須じゃないっぽいけど、まああると便利そうだったので持ってきますわ。耐久力でもつけときますか。 OK、 よし、レッツゴー。ちょっと待って、モブの声とか私オフにしてない？あ、大丈夫だね。ちょっとあげとこ。とりあえずこっち行ってみよう。で、シンクの森ではシュルームライトで、歪んだ森では普通に歪んだ木がいっぱい欲しい。神？神じゃん！うわ、あった！神神見える？みんな、シンクの森あったわ。あ、でもちょっと待って、ちょっとタマあれがいるよね。ホグリン？ホグリン？あの豚が嫌なのけど、あれあれ、歪んだ森のこのキノコがあれば、確かホグリンはそれが嫌いなはずなので、あのキノコを片手にシュルームライト取ろっか。てか、これどうやっていくの、どうやっていくのが正解。これ階段作る？あ、てか待って、ソウルサンドバレーじゃん。あ、ソウルサンド欲しいね。ただソウルサンドはあのスケルトンが本当に嫌いなので、嫌いな敵多すぎるんだよね。スケルトンが湧く前に取れる？ OK。 え？あ、ここ当たろうか。青いキノコをください、私に。地上に降りたくない。あ、かわいい。いやー、このあー、無理無理無理。あ、本当に、あ、ちょちょちょ、青キノコ、青キノコ、これこれこれ、はいはい、オッケー、ブヒって言った。あ、いました、いました。あ、豚怖い、豚やだ、豚来ないで。うわ今ビビりすぎて変なボタン押しちゃった。いや、本当やめて、本当にやめてね。このキノコ置くかんね。来たら、近づいたらキノコ置くからね。いつでもこうやって起きるんだから。 OK、 帰りますか。帰り道どっち？あ、こっちだ。 OK、 もう帰ろう。うわ、骨ブロック欲しい。ちょっと行っちゃう。もう欲張れば欲張るほどね、ネザーでの死ぬ確率は上がるよ。 OK、 帰ろう。で、次が青森なので、なんかもう単純な思考回路言っていい？私のこっちが赤森だったじゃない。こっちが赤森だったってことは青森こっちにあるんじゃないっていう、この単純脳細胞。ただここね、玄武岩なんだよね。これをちょっと飛び越えるのは鬼畜すぎるから、上を掘っていくスタイル、世界一安全なネザー探検したいと思います。ここを
そんな感じで掘っていこっかなって。同じ風景がずっと続いてわかんないので、まあ、たまにこんな感じで、このバイオームのところがね、なんちゃらフォレスト、なんだっけ、なんだっけな、なんとかフォレストになるんですよ。うわー出ちゃった。恐ろしい。ってかこれずっとバサルタじゃん。最悪落ちても、いや死ぬか。建築だったらひょいひょいひょいってやるのにね。うわー怖いです、怖い。オッケー。うわー怖い。あー300くらいいったんだ。うわ出ちゃった。え、あったー。じゃあさ、ここ蓋してこっち進もうか。マジ、全然格好した気分じゃないよこれ。ずっと同じ景色しか見てないよ。ってことは、あ、来たー、ラプトフォレスト。ってことでこっから下に掘ってけばいいんだよね。ありましたー。で、動画で学んできたよー。まあね、砂利をさ、こう落とすんだって、下行きたいとき。天才。これ初めて気づいた人。偉人たちの功績で成り立ってる。ここを取って、で、あとはしごでつなげれば OK。 はい、天才です。皆さん、みんな天才。あ、降りながらつなげること可能？怖いんだけど。あ、そっか、分かった。もう一個こうやって落として掘りながらつなげるんでしょ。こうだね。あれ、シュルームライトって青森にもあるの？そうなの？なんだ、赤森行く必要なかったじゃん。みんな知ってた？シュルームライト見つけるだけなら赤森行く必要ないのになって思いながら見てた。はい、帰ってきました。で、今までね、向こうの森とは反対側をどんどん建築してたので、今ね、軽く湧き潰ししてました。ちょっと広めに一応やっとくか。あ、ワンちゃんだ。ワンタ、へえ。あ、待って、骨あるよ。さっき骨ブロック、うわー羊食べられてる。ワンちゃん待ってってね。もうね、殺戮はやめよう。山犬の姫よ、共に生きよう。かわいい。はい、それではね、今日は冒険が中心の回だったので、ここから先は早送りで作って最後にゆっくり紹介したいと思います。それではスタート。ワンって言って、ワン。はい。はい、森の中にあるネザーゲートが完成しました。それでは近くで見ていきましょう。まずちょっと戻って、こっちの拠点側にアーチがあって、このアーチがダークオークの原木を使った緑モリモリっとしたアーチだったので、それに合わせてネザーゲートも装飾してみました。こんな感じです。よくある森の中のネザーゲートっていう感じですね。なんとか自分らしさも出したいなと考えた結果、こんな感じになりました。キノコブロックを使ったり、キノコをたくさん飾り付けたりして可愛らしい感じで仕上げてみました。あ
せっかくネザーに行ってきて素材をゲットしたので、ネザーに生えてる植物なのかな、それを飾り付けしました。あの青いキノコとか青い草みたいなやつとかめっちゃ好きなんですよね。可愛くないですか。植木鉢に飾れるのも好きです。ちょっとネザーに侵食されてるイメージで装飾しました。最初ね、上の方は葉っぱブロックだけで飾り付けしてたんですけど、後ろにたくさん木があってちょっと一体化しすぎていたので、苔ブロックに変えてツツジを植えたり草を生やしたりしてみました。これ今回めちゃめちゃいいなって思ったんですけど、泥だらけのマングローブの根です。ダークオークの木材とすっごく相性がいいんですよね。これからたくさん使っていこうかなと思ってます。後ろの方の装飾もこんな感じで可愛い感じにしました。はいキノコ可愛いよね。キノコ大好きです。あとちょっとお気に入りポイントなんですけど、ここにねフェンスゲートをつけることで、ここ閉じとけば、まあ、私は出入りできるけど、ネザーからのお客さんが外に出てこれないようにしてます。これはちょっとしたお気に入りポイントです。あのネザーからのお客さんにねすっごいびっくりしちゃうので、オーバーワールドには入ってきてほしくない派ですでは最後に火をつけて完成にしましょう。それでは着火します。ほい、おーよいしょ。はい、ネザーゲートを開くとこんな感じ。さらに雰囲気出ていいですね。ということで今日はこんな感じでした。ここまで見てくださってありがとうございました。動画の最後にはおまけもありますので、お時間のある方はあとちょっとだけお付き合いください。ゆりもとすずのマインクラフトでは、真似できそうなおしゃれなサバイバル建築をコンセプトに動画を投稿しています。参考になりそうと思ってくださった方は高評価やチャンネル登録、コメントなどでエールを送ってくださると嬉しいです。私のモチベーションにつながるので、どうぞよろしくお願いします。ということで、ゆりもとよいしょすずでした。バイバーイ。牧羊犬してもらおう。牧羊犬かわいい。よいしょ、今日からよろしくお願いします。